さん、久保さん。何か。父がお世話になってます。君は俺のこと知ってんのか。知ってるよ。なんで知ってる。聞いたの。誰に。本当何者なんだよ。何にも分かってないでしょ。本当相変わらずね。偽の名前、嘘の自分、その方がみんな喜ぶんだよ。じゃあ教えて。久保でも石井でも吉川でもないおじさんの本当の名前。どうしてこんなことがあるのか、何のためにこんな苦しみがあるのか。俺どうしたらいい。これから私はただ俺は